あらあら。チャップやって。チャップ、え、ケ？ケチャップ。ケチャップじゃないよ。コテちゃんと来た。あ、これ俺がこの前レンゴで作ったピーちゃんじゃないの？ああ、そうだ。この子はめっちゃ見てる。ニワトリ入ってんの分かってんねんな。分かってんな。しかも羽逆立ててる。皆さんおはようございます。おはようございます。チキンチャンネルの藤田です。あ、モギです。今日はですね、千葉県の袖ヶ浦市にあるふれあい動物園さんと来てます。以前ね、ここジャクソンファミリーと、ね、でかなちゃんがいる時に来たことあるんですけど、ダチョウ王国さんなんですよね。でも、まあ、コロナの関係で経営母体が変わって、今ねふれあい動物園っていう名前が変わって、なるほど、で同じようにね施設の動物たちもそのままで経営されているということでやってきました。はい、岩下青年もね来たがってたんですけど、青年今日予定があるということ で、うん、でこの後ね、オービックシーガールズ時代のチアリーダーだった、ナミちゃん、前一緒にホタルを見に行ったんですけど、うん、そのファミリーもね合流するつもりです。うん、行きましょうか。はい、でちょっとねこの辺でねナミちゃんを待ちたいと思うんですけど、うん、こう土日祝日は今朝7時からやってるんですよね。すごい。今9時過ぎでね8時に来る予定が、ライちゃんが卵を産んでて、うん、出発が遅れてモーニングプレート間に合わずってことで、ホットドッグね、あ、食べたかったな。空腹やけどちょっと行きましょうか。行きましょうか。さて、いいの？この子がさっきめっちゃニワトリ見て怒っててんな。めっちゃ見てるよな。チャップ、アフリカオオコノハズク、アフリカっぽくないよな。黒目が、黒目、うん、あ、それブルーベリーちゃうかな。あ、ほんとだ。ブルーベリーや。ゆすってるね、うん、体をね。なんだ、わからん、うん、貧乏ゆすり、体がちっちゃいよね、うん、そうか、ちょっと警戒してんだろ、うん、そっと頭を撫でて、うん、そうかも。たまに噛むよ、笑いって方いいな、この感じ。たまに噛むよって。ああ、そうか、触れるんか。うん、かわいいっす。ええー、やんか。あかん、はるちゃんめっちゃ怒ってる、早よ出せって。いや気持ちやってる。ごめんな、先行っとこうかな。はい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 、ナミちゃんファミリーがね到着しました。ナミちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。旦那さんはちょっとね仕事の都合上、ね、はい、顔は映せないんですが、はい、よろしくお願いします。お願いします。鳥たちはねここで待ってます。お、カンカン、久しぶりやろ鳥たち。なんか見せるって言ってなかったっけ。ダイちゃんは、ダイちゃんいるよ。ダイちゃんね、そうでかくなったから別の鳥だでしょ。あれダイちゃん、前もっとちっちゃかったかな。うわ、かわいいやんか。ね、自分が可愛いって分かってるんですよ、これ。可愛い。食べさせる？食べさせてもいいし、あの中入れるはずやから、あの中入ろうよ。中入れるのこれ？うん。うん、ここじゃないよ。なんか、これ、入れますって書いてあるよ、ここ。は、入れます。はい、入ってみ？餌持って。入れもいい。入ってよ。ナミちゃん、餌欲しさに？そうそうそう、さっき。食いしん坊、ナミちゃん？あ、ミナミちゃん。あ、びっくりした。ナミちゃんかと思った。ナミちゃん。ナミちゃん食いしん坊やけどな。私もう胃がもう弱くなっちゃった。あ、そうなんや。これでもあんま食べれなくなったんですよ。そうなの？これでもね。これでも、いや、俺、食べてるとかあんま見たことないからね。以前どんだけ食べてたか知らんけど。じゃあ、入りましょうか。よし。ふーちゃん、これ見て、ほら、ふーちゃんめっちゃ見てる。ほら、羊も初めてなんちゃう。羊肉食。ふーちゃん見てるな。なんかフェンス噛み出すよ、この子。この鶏たちがラム肉狙ってんのか、これ。どうぞ入ってきて。はい、羊の前にねミルワームを巻いてみました。はい、羊にはね、はい、キャベツどうぞ。うん、かわいいな。餌持ってる限りすごいだろ。鳥たちはね結構お構いなしでね、食べてます。よし、じゃあ向こう行こうか。はい、行こう行こう、うん、じゃあ次行こう。はい、乗って。
よし、みんな行っちゃった。行くよ。おいでおいで、置いとくよ。羊に食べられんで。おいで。はるちゃん。はるちゃんおいで。ぷーちゃんもおいで。ぷーちゃんおいで。はるちゃんおいで。置いてくよ。ぷーちゃん、大丈夫大丈夫。警戒してる。見てるもんね。はい、迷子ならんようについておいてよ。お、あれや、もののけ姫出てくる。ヤックルや、ヤックル。ヤックル、名前あんのかな。長老と呼ばれてますよって。あ、羊のマーボくんね、名前あるんや。ごめんね、マーボくん。長老か。はいはい、ごめんね、マーボくん。うん、こうちゃんじゃない。これらや、マーボくんにあげるキャベツ、ライちゃんが食べた。はいはい、ごめんごめん、マーボくんどうぞな。はい、ライちゃんも欲しいん。これチキンチャンネルやもんな。ヤギチャンネルちゃうからな。でも葉っぱいっぱいあるやん、自然の葉っぱ食べ。はい、どうぞ。あ、イケメン。あ、ほんまや、イケメンや。クロパカ。あ、ごめん、ない、あげて、うん、そうそう、なんか唾かけられたら怖いから機嫌を損ねたら。うん、はいはい、かっこいい。うん、ラクダの仲間はね、こう気分悪くしたら唾かけるっていうから。おいしい。いるな、この顔な。いるよね、NBA でもいたと思う。いるいる、NBA 顔だわ。うん、なおに聞こう。はい、食べる。はい、どうぞ。ふーちゃん、ふーちゃん。あれ、いっちゃん触れんの、かわいい。これはかわいいやんか、これ。かわいい。それムツゴロウさん、それブタゴロウさん。ブタゴロウ、ブタゴロウさんね。あ、よく食べますね、ブタゴロウ。ブタゴロウさん。そう、モギのことね、ブタゴロウさんって呼んでいいからね。そう、ブタゴロウさん。食べた、食べた、食べた。気になるよね、あれ、あのグレーの物体。めっちゃ見てるな。グレーの物体気になるよね。気になるな。恒例のやつね。ふーちゃんもつって行くよ。あ、そう。はい、ポーズ。はい、動画やけどね。動画かい。よし、じゃあ行こうか。はい、ピーグ。ピーグ。ヘイポーク。ヘイブラザーじゃないの。ヘイブラザー。あ、ヘイブラザーって反応したぞ、あの白いのが。豚ちゃんね、いつも来るんですけど、今日は寝てて全然来ないな。寂しそうなモギなんか大村呼んでこなあかんな。他人に思えないね、本当にね。食べてすぐ寝たらああなっちゃうからね。あ、そっか、うん、寝る直前はダメよ。あ、2、3本置かないとな。でも気持ちよさそうな顔で寝てるやんね。ほら、幸せそうやな。あ、天気やし。あ、足短いな。ドカベン香川みたいな。親近感湧くな。湧くな。どうか弁かがわ。ちょっと入れてよ、僕も先先行かないで。 あ、これ優しいって、巻き場を。かわいい。うん、はい、この鼻先がめちゃめちゃソフト。鼻先ソフト。うん、すんごい、ここのここが、ちょっと、俺のものあるから、うん、はいはい、あげて。あ、ほんまやね。甘さった嫌がるかな。ここの先っちょがすごいソフトなのよ、うん、耳がでかい、うん、王様の耳だな、これ。これはロバ？ロバと、うん、ポニ、ポニーな、うん、おかわりいる？え、人参あげた人。はい、人参。はい、はい、どうぞ。はい、いっちゃんは人参。はい、じゃあ人参あげてください。はい、馬といえば人参やね。引いたら食べれないでしょ。怖いの、怖いの。怖い。大丈夫、大丈夫。食べてあげてみて。いやー、大丈夫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 、ほらほら、噛まないから。36点。怖いわな、でもな。でかいからね。うわ
はい、ひよこゾーンがあるんですけど、ひよこゾーンのとこで大御所を大御所、はい、どんな反応を示すかな。ほら、はるちゃんひよこ見の初めてちゃう。あんたこんなんやってんで。そう、ふーちゃんに置いておいて、めっちゃフリーズしてる。はるちゃん引いた。ふーちゃん降りておいて。フリーズしてるひよこに。不思議やな。ふーちゃん、こうこうちゃん。増えちゃった。ライちゃん。見ぬふりだな。ライちゃん。いつも一番に置いてくるライちゃん。見て見ぬふりしてる。そうそう、ライちゃん降りておいて。ほら、ライちゃん。なんでさりげなくこっち来んの。ほら、ひよこ。今日卵産んだやろ。母性があるはずや、君たちにも。どう反応していいか分かんない。リアクションが薄いな。でかいひよこもいるね。ライちゃん、はい、ひよこの前にね、ミルワーム。ミルワームやっぱ反応する。ライちゃん、ライちゃん、ひよこの前に。さすがに餌置いたら大丈夫か。けどミルワームしか見てない。ね、勝手にね、ミルワームあげたいとこやけど、ひよこに勝手にあげたらあかんからな。売ってる餌をあげましょう。雨持ってるよ、俺。雨あげたらあかんよ、ひよこに。ひよことモルモットのとこ行きたいけど混んでるな。激混みだな。激混みか、やっぱ人気ある、うん、この子たちはね、この腐葉土がいっぱいあるとこでカキカキしまくってます。旧ひよこね。そう、旧ひよこ。旧ひよこね。ライちゃんもなんか半年前までひよこやったのよな。そうか、あんなピューピュー言ってたんだよ。そうや、ピューピュー言ってたんや、うん、富士山とか見えたんやね。オス疑惑もあってな。エースでよかった。はい、うん、食べてる食べてる。あ、朝来る時もね、サービスエリアのところでちょっと寄ってきたらムカデ食ってたもんな、ふーちゃん。つつきまくってな、完全に殺してから食べてたけど。俺もちょっと腹減ったから書いてみるかな、これ。なんかいざあるかな。トリュフトリュフって。トリュフね、豚に掘らす。そうそうそう、トリュフ探し。かわいいなぁ。やっぱりひよこだね。ひよこと戯れる47歳、うん、6歳がまだ6だね。46歳。オス豚。いや、これは癒されない人いないでしょうね。え、鳥嫌いでも。かわいいなじゃん。僕はね、ひよこもまあもちろん可愛いんですけど、このね、やっぱ中ビナとか大ビナぐらいが好きなんですよね。ニワトリになりかけのね。ね、可愛いよね。可愛い。ふーちゃん何？アマガエルかそれ。馬が跳ねてるみたい。はるちゃん、もとおとなしくさ、ふーちゃんにあげそれ。はいはい、はるちゃん、ふーちゃんが捕まえたやつやん。あ、この前カブトムシの幼虫取られたから恨み持ってんのな。ふーちゃん、ブラブラブラ下げてんの。あ、そうそう、かわいそうやけどな。よう見つけたな、カエル。マガエル、幼虫の近くじゃなかなかな、こんないないから。俺たちにとってはね、楽園よね。大村くんちもそうやけどな。大村ベースもアマガエルいっぱいいるもんね、うん、はるちゃん自分でまた見つけようかな。カブトムシのうち見つけよう。何食べてんの、はるちゃん。ライちゃん、ふーちゃんの。あんた本当は食べられた。すぐ食べちゃうよ。見つけたらあっという間でしょ。目はめちゃくちゃいいからね。ね、すごい目がいい。すごいなと思って。早い早い。りっちゃんが座ってたらふーちゃんの方がでっかいな。あ、
水食べた。ゴムみたいにビヨーンって伸びた。おじいちゃん何なんか下向いてんのと思ったら。ボルモットと。はいおじいちゃんどうぞ。あ、あんのかよさ。あるけど。ちょっとあげてみて。はい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 、見えんのか。いや違う。歯が鋭いんですね。よく食べますね。ムツゴロウさん。さっきね指かじられたんですね。豚ゴロウさんね、うまそうなね。痛いんですよね。豚足あるわ言って。なんて？怒り顔とは裏腹に、実は優しいイケメン草食系。草食系。いっちゃんすごいやん。怖くないの？怖くないの？すごい。普通大人もためらうねんけどな。よし食べんだ。はい、カンカン君入りましょうか。はいはい、それ持ってきたらめっちゃ寄ってくるから気をつけてね。やってくるよ。はいはい、じゃどうぞどうぞ。手であげようよ。わあ逃げた。カンカン入ろうよ。いっちゃん入ってるよ。恐竜みたい。ほらおいでおいで。イケメンやな。お、人参丸ごと食べた。喉詰まるよ。ここでやるよ。ちゃんとこうやって、こうやって手に持ってる。こいしな、こいしな。後ろもいるよ。後ろも来た。カンカン、カンカン、追い詰められた。カンカン、コーナーに。コーナーに。やだって、ちょっと嬉しそうだけど。はい、恒例のやつね。頭乗っけて。はい。はい、座って。はい、やろうか。逆光で出て出てどうぞ。はい、あ、こっちの球人気ないな。ないな。残念だな。あ、落ちた。ああ、落ちた落ちた。ああ、ダメだ。ほら、おいしい。頭の上も食べて。嫌な。葉っぱ見つけた。この葉っぱ食べるのかな。はい、キャベツ。うん、あげてみ。噛まれないから大丈夫。噛まれない。大丈夫大丈夫。こうやって背伸びしたらでかいよな。でかいね、うん、175ぐらいあるな。そうだね。あー、これはかわいい。綺麗な歩き方だこれ。あ、エミューとダチョウのツーショット。やっぱ大きさが全然違うな。そうだな。これダチョウのメスですけどね、でかい。あっちのやつオスなんですよね。黒いのか。ほら、だいぶでかい。餌ない、ごめん、つつかないでよ。ああ、ダチョウはね、つつくからね。エミューはね、優しいけど。ちょっとね、僕そう、移動しようと思ったらね、お宝を発見しました。なんとなんと、エミューの卵。うん、あ、そんなあったかくないな。そう、青いのよ。うちこれのね、お土産あんの、オーストラリアの。すごっ、うん、こんな青い。そう、アローカナのね、ライちゃんの卵もブルーなんですけど。ドラゴンボールに出てくるやつじゃん、これ。でかいし、ダメ。触ってみる。で、ここ置いとかな、ダメよ、うん、係の人にね。あ、触るだけ、触るだけ、うん、硬いね。うん、かんちゃんもこれから生まれてきた。信じるからね。ここで生まれた。すごい綺麗な色。硬いよ、うん、目が青いね。じゃあ餌をあげてください。指をね、多分つつかれるからね、バグっとくるから。つつかれてみてくれてもいいよ。あ、じゃあちょっとキャベツを、キャベツをやったらもうつつかれた。結構痛いでしょ。痛い。今わざとじゃあ、ほんまに噛まれた。噛まれた。そうなのよ。予想以上に痛い。痛い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 。予想以上に痛い。ああ、これ、あ、痛い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 。はい、ナミちゃん、ナミちゃん、流れ的に行きますか。ダチョウに噛まれて。別に噛まれなくてもいいけど。あ、最後キャベツちょっと。はい、やっぱりナミちゃんも行っときたいでしょ、これは。まあすぐ端っこ持ったら大丈夫やけど、うん、噛まれても知れてるよ、うん、あ、女性同士は優しい。あんまり痛くなかった。
これをね、そう、持ち方でね、こうわざとね、短く持ったらね、あ、痛い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 、いや痛いよこれ、子供トラウマになる、痛い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 、噛まれる場所によるかも、いや、ダチョウに噛まれてこんな喜ぶ人もなかなかね、なんか細身だからさ、そんなにね、うん、なんかポカポカって感じでガブって、そう、エミューは絶対これしないよね、うん、ダチョウの方は勢いがあるというか、うん、あ、面白かった、いたじゃあニワトリの方行こうか、はいはい、笑わせてくれてありがとうね、もう一回噛まれ、痛い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 、これやったら大丈夫、あ、これやったら大丈夫ね、こうやってあげたら大丈夫です、もうないよ、かわいい、ね、はい、オンドリの皆さん、お待たせしました、はい、きれいなオスの飾り羽、ね、ね、求愛行動って書いてあるけど、はい、メンズの皆さん、はい、おお、はい、出ておいで、今園長さんが通りがかりで、プレイ動物園さんの園長でご紹介してます。よろしくお願いします。ブラマちゃん元気ですか？元気ですよ。あら、まあ、子供たち楽しんでるんですけど、初めて来た大人たちがね、めちゃくちゃ楽しんでます。ありがとうございます。いや最高ですね。そうですね、なんとか今一生懸命いろいろ作ってるんで、今日あのホットドッグ食べたかったんですけど、出発前に卵を産み始めて、ちょっと出発が遅れてね、ホットドッグ間に合わなかったという、またお願いします。はい、あのブログを見た瞬間に食べたいなと思って、来てんのから、ありがとうございます。サービスエリアのそば我慢してまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ライちゃん虫食べたな、カエルも、カエルフーちゃんか、ね、9月、10月ぐらいだったらね、もっと虫もいっぱいいると思うんです。そうですね、コオロギとかね、結構バンバンいたんですけど、はい、最近、はい、割とね、だいぶ寒、急に寒くなっちゃったり、はい、朝晩ね、だからまた来年もその時期に、ね、ぜひお願いします。ぜひ来てください、はい、ありがとうございます。はい、ーちゃんもどうぞ。ふーちゃんたちがね、ニワトリと七面鳥を呼んでます。めんな、めっちゃこっち集まってるね、七面鳥がね、まだ若いから半分大びなぐらいかな、ピー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 言ってるけど、おっ、ふーちゃんガンの垂れ合い。そう、ふーちゃんね、前もメンチ切ってたからな。わしの餌取るやつは許さんぞって。ふーちゃん食べ物かかったら結構気強くなるよな。おんどりくん、また若いね、おんどりが。前の性欲すごいやつ面白かったけどな、求愛行動しまくってたやつ。あ、ほんまや、あ、この子でかいやん、トサカが全然他の子よりでかいから。はい、前はかなちゃんもね、ロックオンされてたから。大ちゃん、娘おるでQR コード初めて。QR コード。QR じゃないよ。QR コード。あ、気にしてる気にしてる。おお。びっくりした。七面鳥もな。ピヨ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 って可愛いな。可愛いね。うん。まあこのメンドリ様は完全にこの食い物だけにしか興味ない感じで。中の方見向きもしないな。たまにふーちゃんがな、わしの食い物食うなよぐらいで睨むけど。君は相当なイケメンだな、イケメン。かわいいな。うん、子供やもんな、顔が。ふーちゃんたちは、そう、運べ運ぶのもないもんな、美味しいやろこれ、身もあるし。アフラックの子が呼んでるよ、ガチョウさんが。怖怖。こっちゃん運ぶ、美味しい。ヨモギ食べてんの。あれ、このピンクの花大丈夫？なんか毒々しい色やけど。ふーちゃんが食べて大丈夫ならね、大丈夫なんでしょう。美味しいんかな。ハルちゃんも食べてるわ。ヨモギ？
よもぎだけど、このね、ピンクの花、これをね、食べてるみたいに見えるんやけど、おいしい。ガチョウが鳥たちに興味を持ってる、うん、お互いに噛まれるよ、気をつけて、お花噛まれたら痛いでしょ。ライちゃん、何を見てんの、中入りたいのふーちゃん、ふーちゃん、馬が合うか、ガチョウとは。アフラック、ひふみん来た。これうちのおじいちゃんにも似てるんやけどね、中野よしあきさんね。ひふみん来た。ゆっくり。でもあの重い体を持ち上げて歩くの大変やな。これがあんなになるってこと？いや、種類が違う。あ、違うんだ。うん、この手やばい。ほら、指20本ぐらい指あるよ、これ。うわすごい。はい、一通りね、回ってきましてね。ここはイナゴがいっぱいいてね、鳥たちは今イナゴを食べまくっておりますね。トノサマバッタもいたな、でっかいやつ。よし、行きましょうか。ハルちゃんは山登ってんの？アルペニストや。ハルペニスト、そうや、そうそう、バッタバッタバッタ追いかけとる。ほんま鳥にとっても楽園やで。コンドル、うん、飛べなさそうなコンドルだな。これはライチョウ。ライチョウ、太ったライチョウ。よし、あじゃあ行こうか。今カンカンがね、捕まえた大きいカマキリをふーちゃんに食べられて、ちょっとカンカンご機嫌斜めですが、ナビちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来年、ホタルのシーズンはまたあそこ行きたいと思いますんで、はい、よろしくお願いしますね。カンカン、またいっぱい虫いる場所探しといてね。またねカマキリでかかったもんな。ふーちゃん帰ろうか。帰れよ。楽しかったね。大人も結構楽しめた。うん、じゃあ帰ろうか、ね。都心からも近いんで、アクアライン乗ったらすぐやからね。うん、おすすめの穴場スポットです。な、よし、じゃあ帰ろう。じゃあ。